楽しい買い物。新しい季節。カノンちゃんは去年着ていた長袖を引っ張り出してきました。久しぶりに着てみると、どれもみんな小さくなっていたので、新しい服を買うことになりました。いつもはママがパソコンを開いて、ここから選びなさい、と画面に映っている中から服を選んで買っていたカノンちゃん。でも、サイズが合わなかったり、色が思っていたのと違ったり、なかなか気に入るものが買えませんでした。そこで、ママはカノンちゃんを連れて、子供服のお店に行くことにしました。人見知りのカノンちゃんは、お店に買いに行くのやだなぁ。うつむきながらママについて行きました。お店に着くと、壁にお花が書いてあったり、電車が書いてあったり、天井には飛行機や蝶々が飛んでいました。いつもと違う雰囲気に、カノンちゃんは遊園地に来た時のように、ワクワクと目が輝きました。いつもはパソコンの画面でしか見ていなかった洋服も、たくさん種類があって、お店全部がキラキラと輝いて見えました。ママと二人でウキウキとお店の中を見ていると、これ、今日入荷した新作なんですよ。ママが店員さんと楽しくお話を始めました。これかわいいな。一人になったカノンちゃんが、かわいらしいウサギのパーカーを見ていると、こんにちは。別の店員さんが話しかけてきました。こんにちは。人見知りのカノンちゃんが小さく返事をすると、店員さんはにっこり笑って、かわいいリボンだね、と髪を結っていたリボンを褒めてくれました。嬉しかったカノンちゃんも思わずにっこり。店員さんは小さなカノンちゃんにも大人のお客さんのように接してくれました。なんだか楽しくなってきたカノンちゃんは、自分の名前や保育園で流行っている遊び、夢の話、服を見ながら一緒にいろんな話をしました。店員さんはどの話もキラキラの笑顔で楽しそうに聞いてくれました。いつの間にかカノンちゃんは人見知りなことをすっかり忘れていました。店員さんと一緒に気になった服を試着したりしながら、ぴったりの服を選びました。お会計を済ませてお礼を言うと、また来てね。仲良くなった店員さんは、カノンちゃんが見えなくなるまで、ブンブンと手を振ってくれました。楽しかったカノンちゃんは、時々、この子供服のお店に行くようになりました。いつ遊びに行っても変わらない笑顔の店員さん。今ではママも仲良しです。カノンちゃんは店員さんには何でも話せました。ママと喧嘩した時にも、店員さんにこっそり相談すると、店員さんは
ママと仲直りができるおまじないを教えてくれました。好きな男の子ができた時も、服のアドバイスや可愛い髪型を教えてくれました。カノンちゃんには兄弟がいなかったので、いつの間にか店員さんがお姉ちゃんのような存在になっていました。お店に通うようになって、外に出る楽しさを初めて知りました。お店に行くとき、春はきれいなお花を探しながら向かいます。夏は帰りにかき氷を食べます。秋にはきれいな葉っぱを拾って、冬はママのポケットの中に手を入れて温まります。よく会うワンちゃんとはもうすっかり仲良しです。いつの間にか人見知りはどこかへ消えてしまいました。それからもう一つ、お店に通うようになって嬉しいことがありました。それは、また少し背大きくなったね。あ、髪の毛切ったでしょう。かわいい。と、お店に行くたびに、カノンちゃんの成長を喜んでくれることです。カノンちゃんはそう言われたくて、お店に入るときはいつも少し背伸びをしました。そんなカノンちゃんを見ていたママは、インターネットでの買い物も便利だけど、いろんな人と出会うこと、家族ではない誰かと一緒に、カノンちゃんの成長を喜ぶことも良いものだと思いました。カノンちゃんも、家族ともお友達とも違う特別なお姉さんができたこと、外に出るたくさんの楽しさを知って、お買い物っていいな、と思いました。おしまい。